こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですけども、今すぐ買える大人におすすめのスニーカー、7選というテーマでお届けをしてみたいと思っています。僕はですね、スニーカーが大好きで、1週間のうち、ほぼ7日ですね、スニーカーで過ごしてるわけなんですね。まあ、かつてはちょっと小綺麗なですね、カバグツを履くみたいな機会もあったりして、まあ、いろんなブランド履きました。中でも気に入ってたのは、オールデンのローファーだとか、あとはパラブーツのシャンボードだとか、 このののあたたりががが大好ききでででよく履いていいてててんですす年々ですねスニーカーカというものの人気が高まってきてやっぱりですね、履きやすくて、いろんなバリエーションがあるので、僕自身ですね、気軽にスニーカーを買い揃えてきてるわけなんですが、その中でも、特に大人の男性にですね、おすすめのものを今回は7点ですね、ベーシックで使いやすいものからちょっとトレンド感のあるものまで、どちらかというとですね、今買えるというところにスポットライトを当てながらですね、皆さんに解説をしていきたいなと思います。 思っています、まあ、今回の動画を見ていただければ結構ベーシック派の方からトレンド派の方までですね気に入るスニーカーがいくつか見つかるかなと思うのでぜひ最後までお楽しみいただければなと思っていますこちらのチャンネルは大人の男性に向けてメンズファッションの今日ですねなるべくわかりやすく解説をしていますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速行ってみましょう はい。ということで、ここからはですね、皆さんにおすすめのスニーカーをどんどんご紹介したいなと思ってるんですが、まあ、僕が私物として所有しているものもあれば、まあ、中には持ってないものもあるので、そういった場合はですね、こちらに画像を出しながら皆さんに解説をしていきたいなと思ってるんですが、まず最初、結構使い勝手がいいなと思ってるのは、まあ、僕の動画の中にもよく出てくる、ジャーマントレーナーというスニーカーですね。まあ、これはですね、ちょっと選択肢がいろいろとあるので、まあ、出してみたいなと思うんですが、えー、僕はジャーマンだけ なんんとでですすねね持っているんです、ね、ちょっとそれぞれ出してですね、解説をしてみたいなと思うんですが、まあ、ジャーマントレーナーというのは、70年代から80年代にかけて、ドイツ軍のですね、トレーニングシューズとして使われていたような、まあ、そういったデジを持つようなスニーカーになっているんですが、まあ、デザイン的にはですね、ベースは白レザースニーカーなんですが、部分的に切り替えで、スウェードが使われていたりだとか、あとはこういったゴム底であるだとか、まあ、そういった部分に特徴があるようなスニーカーになってまして、 シンプルな白レザースニーカーですね。まあの後ほどお伝えしたいなと思うんですが、そういったものに比べると、ややエッジが効いているのが特徴で、ちょっとベーシックな着こなしの中に少し変化を取り入れたいなという方にはおすすめで、僕の中では今回ご紹介する中で、一押しはジャーマントレーナーなんですね。まあ、これが合わせやすいし、退屈に見えないというところでは、すごく使い勝手がいいんですね。まあ、中でも僕がですね、一番使っているのは、仕事ではこちら。メゾンマルジェラというブランドのですね、ジャーマントレーナー。 これはちょっと頑張って買いました。もうですね、並べてみると結構色がですね、くすんでいるのがわかるかなと思います。そろそろですね、まあなんとかしなくちゃいけないなと、しっかりと手入れするとか、まあクリーニングに出すとか、ちょっとお店に出してきれいにしてもらうだとか、そういった必要があるかなと思うんですが、まあこういったもの、結構値段は高くて、ちょっと現行のものの値段を調べてみると、64,900円ということで、結構金額がするんですね。ですが、見ていただいてわかる通り、 デザイン的にこの二つとこれ、そんなに大きな違いがあるでしょうかまあ正直ですね、見ていただくと、こっちの方がもう使い古してあるので、かえってですね、綺麗なこういったジャーマントレーナーの方が素敵に見える可能性が高いぐらいですね。マルチェロのジャーマンといっても、そんなにこうデザイン的に特徴があるというわけではないので、そんなに差は出ないのかなと思います。一方で、こちらがグリーンレベルのですね、ジャーマントレーナーで、価格がですね、これ結構お手頃で、えー 8690円で買えるんですね。合否ではなくてしっかりとレザーでですね、作ってありまして、まあ、僕も動画の中で皆さんに散々お伝えしてきたものなんですが、このグリーンレベルのジャーマントレーナーと、あとはマルジェラのジャーマントレーナー、その間にですね、もう一つありまして、これがですね、リプロダクションオブファウンドというブランドのジャーマントレーナーですね。ここもですね、かなり当時の雰囲気を丁寧に再現していて、なおかつ作りがいいので、おしゃれ中級者、上級者の方には 結構馴染みのブランドかなと思います。デザイン的には写真を見ていただくと分かる通り、そこまでジャーマントレーナーなので、大きな違いはないんですが、さらにクオリティの高さにこだわるのであれば、リプロダクションファウンドがいいかなと思います。価格がですね、27,200円というところで、ちょうどこの2つの中間ぐらいの位置なんですね。まあ高いんだけども、ギリギリ手が届かなくない範囲というところでは、所有欲を満たしてくれるのが、リプロダクションファウンドかなと思うんですね。ですが、入門編としては、グリーンレーベル、 がですねちょうど価格帯的にはいいのかなと思っててまして今まで皆さんにお勧めしてたのはこちらのですね、アッパーは白レザーなんですけども、このゴム底の部分が、まあ、ちょっとブラウンっぽい感じのものですね。まあ、いわゆるこれがもうジャーマントレーナーのど真ん中っていう感じなんですが、僕はこのゴム底の感じって、まあ、適度にやぼったさがあって良いかなと思うんですが、やはりですね、マルジェラのものもそういったものあるんですが、白の方がよりですね、シックに合わせやすいんですね。まジャケットのスタイルなんかにも合わせやすい ので個人的には白のソールの方がいいので最近グリーンレーベルで出たこちらの白のですねゴム底のものこれがですね個人的には一番コストパフォーマンスが高くて今おすすめできるジャーマントレーナーとしては入門編これが一番いいんじゃないのかなと思いますね近くで見てもレザーの質感がものすごく高級感があるという感じではないと思いますただこの価格帯でここまでの品質であればもう全く問題がないかなと思いますし十分に使える仕上がりだなと思ってますのでぜひですね皆さんも ジャーマートユーナの中ではこの白ソウルバージョンチェックをしていただきたいなと思っていますまあ、独特のデザインではあるのでこのあたりがちょっと苦手だなという方の場合はですねこの後ご紹介する2つ目のスニーカーをですねチェックしていただければなと思っています はい、続いて二つ目のスニーカーなんですが、またしても白系のスニーカーで恐縮なんですが、ちょっと動画上ですね、白飛びしていて見づらいかなと思うので、こちらも画像をですね、参考にしていただきたいなと思うんですが、コンバースのオールスタークップですね、先ほどのジャーマントレーナーと比較すると、まあ明らかにベーシックで、よりですね、大人の男性に似合いやすいようなデザインかなと思います。初級者向けがオールスタークップ。これはもう一番癖がなくて、レザーの質感もすごくいいです。キメが細かいですし、光沢感もなく、 上品な素材使いが非常に印象的なのがオールスタークックですね。で、ロゴもですね、極力配していまして、こちらのタンの部分にですね、オールスターと、まあ、シャンパンボールで文字が刻印されてるんですが、まあ、それぐらいのもんですね。あとはもう極力シンプルで、シルエットも含めて丸すぎず尖りすぎずというバランスで、これよりベーシックなレザースニーカーは現状ないんじゃないのかなと思います。価格もですね、1万5000前後というとこで、ちょうどいいですよね。スニーカーにいくら出せるのかっていうのは人それぞれ それぞれぞかなと思うんですが1万円台中盤までであればなんかこうちょうど買いやすい価格帯で安すぎてもそれはそれで気分が上がらないし高すぎるとなかなかハードルが高くなるのでまあ、ちょうどいい価格帯かなと思います特にビジネスカジュアルとかそういった場面でも使うことがあるのであればオースタークップが完璧かなと思いますこういった白レザースニーカーであればコモンプロジェクトだとかまあ、上品なものをさらにはありますが5万円オーバーだったりするのでその中でもこのとことんシンプル な白レザーーーであればオールスタークップそして、これだと、やっぱりちょっとこう、即計なくて嫌だよなという方も、中級者以上の方には確実にいるんですね。僕もどちらかというと、オールスタークップよりは、こういったジャーマントレーナーの、ちょっとこう、ミリタリーを少し感じさせてくれるデザインの方が好きなので、こっちの方が着用頻度が高くなるんですが、このあたりはあくまで好みなので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもですね、しっくりくる方を選んでみていただければなと思います。まあ、年齢で言ってやっぱ40代50代代の方であればこちらの方が いいと思いますしまあ、僕も含めて30代の後半から40代前半の方だったらジャーマンぐらい攻めているのもいいかなと思うのでまあ、そういった価値観で選んでいただければなと思っています 続いて3点目はですね、ブラック系のレザースニーカー行きましょうか。ちょっと僕の手元にあるのはですね、先日もご紹介させていただいたザラ、えー、のですね、これフェイクレザーのですね、スニーカーになるんですね。これもデザイン的に完璧で、コストパフォーマンスは非常に高い一足になってます。現状ちょっと店舗に置いてあるかどうかはわからないんですね。ザ、ま、ラ、あ、は商品サイクルがすごく早いので、半年ぐらい経ってしまうとなかなか同じものが見つからなかったりするんですが、まだこれが 在庫があれば、すごくおすすめのアイテムかなと思います。価格も抑えめで、非常に質感もいいので、これはですね、欲できスニーカーだと思うんですね。まあ、それ以外で、ちょっとブラック系のレザースニーカーで僕がおすすめしたいのが、これ普段のスタイリングの際にお客さんによくご提案しているものなんですが、アーロンというブランドがありまして、こちらのオックスフォードスニーカーですね。価格は22000万2千円と、ちょっと値段高めではあるんですが、これがもう鉄板で使いやすいんですね。 こちらのブランドっていうのは聞いたことがない方多いと思うんですけど、ユナイテッドアローズの中のオリジナルの靴のレーベルになっています。まあ主にスニーカーを作っているブランドではあるんですが、ここはね、本当にシルエット綺麗だし、素材の質感、レザーを使ってるんですけども、微光沢があって美しい質感なので、大人のレザースニーカーとしてはもう完璧な仕上がりだと思います。ブランドのロゴなんかも極力配してあるので、どこのレザースニーカーというところがわからないというところ、 あとはシルエットなんですが、少し独特ですね。丸みのあるようなフォルムなんですけども、先端がほんの少しですね、シャープになっているんですね。このあたりのですね、デザイン性というところも含めて、もう完璧なんですよね。どこも火の打ちどころがないような完璧なレザースニーカーとして、僕はこのアーロンのですね、オックスフォードオフスニーカーは、もう大人の男性にはめちゃくちゃおすすめかなと思います。まあ、カラー展開いくつかあって、白レザースニーカーもあったりだとか、あとはナチュラルとかもすごくいいですね。まあ、ほぼベージュに近い ようなな色合いなんですが、まあ、こういった色もいいんですけども、特にこのブラック系のレザースニーカーでソールがホワイトというものが僕は使いやすいかなと思ってまして、オールブラックだとちょっと重たいんですよね。その点ホワイトのこういったソールであることで一定の軽さだとかカジュアル感も出せるので、このカラーバランスが一番いいかなと思うんですが、これを実現してあるブラックレザースニーカーってめちゃくちゃ少ないですね。 本当に見当たらなくて、その中でも、アーロンはですね、もう定期的にこちら、リリースしているので、ぜひ皆さんチェックをしていただきたいなと思います。フェイクレザーもいいんですが、レザーの持つですね、表情の豊かさというのは、経年変化ですね。使って口に自然にフィットしたりだとか、少しの味わいが出たりするので、そういった点は天然素材のやっぱり良さだと思うので、ぜひちょっと良いですね、レザースニーカー、ブラック系のものが欲しいのであれば、こちらのアーロンをチェックしていただきたいなというふうに思っています。 はい、続いて4点目のジャンルなんですけども、これはですね、僕の中でも大好きなスニーカーで、まあ、最近のトレンド、一番真ん中だと思うんですが、ちょっと出してみますね。ニューバランスのスニーカーです。僕の手元には今、現在、 えっと、三足あるのかなちょっとそれぞれ出してみたいなと思うんですが、まあその中でもちょっとこう買いやすいものとか、えー、レア度というものも変わってくるんですね。あとは価格も変わってくるので、まあいくつか出していきたいなと思うんですが、僕は YouTube の中でよく入ってるのはこちらですね。もう完全に外に下ろしてないです。992というモデルで、これはですね、ちょっと前の発売になるんですが、個人的には一番気に入ってるのはこちらの992ですね。まあレアさもあるんですけども、900番台っていうのは出る すぐ完売してしまうようなそういったスニーカーのシリーズなんですが細かい説明はちょっと置いときますね今回これが一押しではないですあとはこちら1500番ということでまあ、僕はグレー系のスニーカーが好きなんですが、まあ、このですね992のグレーっていうのは一番なんか王道的なミディアムグレーだと思うんですね一方でこちらの1500は、まあ、グレーの中にちょっとベージュが混ざったようなちょっとグレージュっぽさもあるようなミディアムグレーなんですねこの色の質感だとかあとは N のロゴの小ささとか全体の フォルムバランスを考えるると非常にででですすねね満足度が高くくてて普段です、ね、外でよく履いてるのはなんですねはい、こちらがあります。そして、あともう一足ありまして、これがですね、2002というシリーズなんですね。まあ、これがですね、個人的には、割とこう、アクティブに過ごす時に履いてるスニーカーで、子供と遊ぶ時だとか、あとはですね、ちょっと歩いたりする時なんかには、これよく履いてるんですね。色はですね、まあ、グレー系なんですけども、ちょっとこう、オリーブ、 入ったような少ししっったさのあるようななグレーにててまここれはこれはで、結構レアににななななっっててしまってなかなか手に入らないんですねで今回お勧めしたいのは、今買えるというところにフォーカスしたいので、ニューバランスの M2002RH というモデルなんですね。色はグレーです。こちらの写真を見ていただきたいんですが、こちらとベースデザインは同じです。2000人の良さというのは、アジア生産なので、価格がですね、ちょっと抑えめなんですね。このあたりって、まあ、3万円前後なんです なんですよ3万万2、2円円ししたたとと思思いいますすこちららは確か8000ぐらいだったと思うんですねスニーカーにいくらまでかけられるのかって人によってそれぞれかなと思うんですが僕は1万円台超えてくると一気にハードルの高さを感じるかなと思うんですね、まあ、ニューバランスは本当に今人気で高いものが多いので理解のある方も増えましたがそれでも一般的にはなかなかハードルが高いかなと思うので、まあ、そういった中で2002に関しては17600円で購入することができるんです ですね、僕が持っているこちらのカラーはちょっとオリーブが入っていて僕も買うかどうかめちゃくちゃ悩んだんですね。というのもパッと見たくないですかなんか色の感じがなんかやぼったいし僕はちょっと理解するまでに時間がかかったんですね。だいぶ癖ありのニューバランスだと思います。一方で今ご紹介している M2002RH に関してはグレーのカラーで結構ですねこちらの992のようなど真ん中のニューバランスのカラーだと思うんですね。 これはもうちょっとミディアムグレーの雰囲気なんですがこちらの 2002RH は少し深めのミディアムグレーよりちょっと茶香コーよりのレザーになっていましてそれとミディアムグレーのコンビなんですねこの辺りのカラーがニューバランスをど真ん中っていう感じもするので僕はこのカラーリングすごくいいんじゃないのかなと思いますレトロでクラシックなんだけどもど真ん中の使いやすさというところもあって価格も抑えめというところではまさに完璧なスニーカーかなと思うので今買えるニューバランスというところ どこではぜひこちら、皆さんもチェックをしていただきたいなと思います。まあ、履き心地の良さというところで言うと、ニューバランスどれもいいです。例えば先ほどまでご紹介していたようなレザースニーカー系って、まあ見た目は綺麗ですごくですね、使い勝手はいいんですが、履き心地の良さというと、どちらかというとローファー寄りというか、スニーカーの履き心地の良さがそこまで得られるわけではなくて、まあ、ニューバランスは圧倒的に履き心地がいいですね。 じゃあ、この三つが明らかに値段によって履き心ちが違うかというと、 僕はもうビサだと思ってまして、2002R でも足包み込むような感覚で、もう夏場なんかはこれを素足で履いて、僕はもう朝の散歩なんかに行ってたんですが、めちゃくちゃ履きやすいですよ。なので、2002R で十分ですね、履きやすさというところは実感できると思うので、まずは入門編としてこちらか。もしくはもう大定番になっているのは996ですね。こちらも、よりですね、デザイン的にはエッジが効いてなくてど真ん中なのでおすすめしたいんですが、まあせっかく だったら、ちょっとこう、今変えるというところにフォーカスするならば、こちら2002おすすめなので、チェックをしていただきたいなと思っています。 はい、続いて5点目のスニーカーなんですが、またですね、白系のスニーカーに戻ってしまって大変恐縮なんですが、これもね、ぜひ皆さんにご紹介したいジャンルかなと思います。アディダスの定番的な白レザースニーカーといえば、スタンスミス。これで間違いがなかったんですが、まあ本当に歴史があってファンの多かったスタンスミスも、素材がエコレザーに変更になりまして、少し日が経ったかなと思うんですが、まあエコレザーすごくよくできていまして、環境に配慮してあるという点でも非常にですね、注目度が高い、 アイテムなんですが、やはり賛否両論あってですね、このレザーの質感っていうところに愛着を持ってる方も一定数いるんですね。まあエコレザーの質感っていうのもよくできてるので、パッと見はそんなに違わないんですが、やはりある程度長い時間履いてると、そこの変化っていうのが違いができてくるんですね。本革のものの方が、やはりですね、足によりこう形が近づいてくる感覚だとか、あとは経年変化ですね、味わいの深さも含めて、やっぱり履き込んでいく楽しみ というところが得られやすいというところがあるのでそういった点ではスタンスミスをめちゃくちゃ今お勧めするかというと個人的にはちょっと他のものがいいかなというテンションになってきてるんですねで同じくアディダスの中で僕がお勧めしたいのはスタンスミスではなくてスーパースターの方ですねまあ2大巨頭として、まあ、スーパースターも人気が高いんですが僕もですね一足かつてですねエディフィスで別注をしていましたスーパースターを持っているわけなんですねまあこれ今現状では買うことができない ので一つの参考として見ていただきたいなと思っているんですが、まあ、スーパースターの方はレザーでできているのでより質感というところが楽しめるようなスニーカーかなと思っています。でここでお勧めしたいのがこちら見ていただきたいんですが、これビューティーアンドユースで別注で作っているスーパースターなんですね。これがですねなかなか良さそうなんですね、まあ。正確には11月上旬に入荷するという形で僕も実物は見てないんですが、オンラインで見ていてこれはめちゃくちゃ良さそうだなと思ったんですね。まず素材はオールレザーであること、スム レーススススーザーレレザザでで少し光沢感があるかかつてのののタンスミ雰ス雰囲囲気気とと結構近いよううなな思んですねそして、スーパースター特有の3本線がサイドに入っているんですが、これもですね、色が同色になってるんですね。これブラックのものもあったりするんですが、そうすると結構カジュアル度が高くなるんですけども、こちらのスニーカーも本体と合わせた色合いになっているんですが、こちらのビューティアンドユースの別注も本体とカラーが統一されています。そして、スーパースターの文字ですね、これがシャンパンゴールドで品があるというと ここもなかなか素敵だなと思いますし、あとは後ろですね、ここを見ていただきたいんですが、レザーが別のもので付けられているんですけども、ちょっと画像を見ていただくと分かる通り、これ、ブラックに見えてダークグレーなんですね。深みのあるダークグレーで、まあ片押しのレザーになってるんですね。これがちょっとしたアクセントになってるんですけども、品がいいんですよね。なんか別注モデルって結構ゴテゴテと持ってしまうものが多かったりして、それが魅力に感じる方もいると思うんですけども、僕はですね、そんなに こう、スニーカーでめちゃくちゃ主張を出したいだとか、スニーカーをベースになんかコーディネートを組みたいという人間ではなくて、どちらかというと、全体のコーディネートと調和をすることが大事かなと思っている方なので、まあ、そんなにこう、エッジが利きすぎない方がいいんですが、この別注は結構派手さがなくて、細かなところをですね、うまくですね、重ねたようなものになってまして、レザーの質感、そしてソールの部分のレザーの切り替え、ロゴの色合い、そしてシューレース、紐ですね、これもちょっと ちょっとですね、細めな仕上がりになってまして、より品が、 漂うような雰囲気に変更されてるんですね。本当にちっちゃなこだわりを積み重ねてあるところが非常に品がいいなと思いました。まあ、別注ということでこちらのエディフィスのものも含めてやっぱりその時にしか買えないという特別感も気分を上げてくれるのでぜひ、まあ、皆さんもですね、白系のレザースニーカー、アディダスの中で少しカジュアルなものを持ちたいなという方、まあ、ジャーマントレーナーのミリタリーっぽさよりも少しですね、スポーツブランドの雰囲気出したいなという方はこのスーパースターの別注めちゃくちゃいいかなと思います。 まあ値段も高すぎず17,600円ということで比較的手に入れやすいかなと思うのでぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。 はい、続いて6点目ですね。これはですね、えー、僕の私物の中で一番ボロボロです。もう出すのも恥ずかしいぐらいなんですが、まあこれぐらい履き込んでいるというところで、まあリアルかなと思うんですけども、ブレザーローというナイキの名作のスニーカーかなと思います。まあナイキのスニーカー僕大好きでいろんなものを履いてきました。ハイテク系のものが多かったりだとか、まあ、復刻したようなエアマックスシリーズだとか、あとはジョーダンシリーズだとか、様々なものがあるんですが、僕はハイテク系のもの よりはちょっとクラシックなものの方がナイケは好きなんですね色々と履いた結果結局よく履いてるのはこちらのブレイザーローなんですねめちゃくちゃヴィンテージ感が出ていますね本当にね価格もお手軽ですしなおかつ様々なコーディネートに合わせやすいので僕はこれめちゃくちゃ使ってるんですねそろそろ買い替えなくちゃいけないなとは思っていますボロボロになってきてしまったのでまあ、本当に買い替えてもいいと思うぐらいリピートできるような名作かなと思います もともとですね、1972年に、ナイキの初めてのバスケットシューズとして登場したのが、このブレーザーというシリーズなんですね。まあこれはローカットになっているんですが、まあハイカットもあって、それはそれですごくかっこいいんですけども、ハイカットって、やっぱりこう履くのがちょっとめんどくさかったりだとか、歩いてるとボトムスが引っかかってしまうことがあるので、僕はまあローのタイプの方が好きなんですね。もももも低めででデデザザイインンン極力シンプル、まあ、男性性いい性がが履履いてもいいといいいいててし女とううようなす、まあ、すごくですね普遍性のあるデザイン っていうところが気に入っていまして。 このクラシックなね、ナエキのこのロゴだとか、こちらのタンの部分のですね、このナエキのオレンジのですね、このロゴの部分、このあたりなんかもう結構たまらないなと思ってまして、この使い古した感じというところがブレザーローの最大の魅力ですね。まあ、いろんなボトムスにあるんですが、僕はブラック系のパンツが好きなんですけども、イージー系のブラックパンツにも抜群に合いますし、さすがにですね、ビジネスカジュアルにはちょっとこういったナ木キのロゴの部分が目立ってしまうので、 ちょっと難しいかなと思うんですが、まあ、クラシックな苗木のスニーカーを履くというような、ちょっと斜め上の選択肢も、かえってですね、今っぽくていいかなと思うので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思います。ソール部分のね、この苗木のフォントも、ちょっと今の苗木とは違って、ややクラシックな感じというところも、すごく気に入ってるんですね。まあこれ、最初のですね、ピカピカと輝いている白い状態もいいんですが、意外とくたっとした感じも、これはこれでかっこよかったりするので、ぜひ皆さんもですね、 一足履いてくたびれるまで履くというところのですね経年変化も含めて楽しんでいただきたいなと思っていますはい続いてラスト7点目のスニーカーなんですがこれは私物があるので皆さんにご紹介したいなと思うんですがこちら オールブラックのスニーカーなんですけども、こちらサロモンというブランドのですね、スニーカーになっています。モデルがですね、XT6 というものになっていまして、これはですね、もう1年くらい履いてるのかな非常に気に入っていまして、シャープな見た目とですね、こう、機能的なスニーカーというところ、 靴紐もですね、こういった結ぶようなタイプではなくて、ここを締めれば、しっかりともう締まるというような、少し機能面ではですね、よりこう、本格派のスニーカーになっているんですね。いわゆるこれ、トレイルランで履くようなシューズになっていまして、まあ山ですよね。山を走る競技がありまして、まあ、僕も以前トレランやっていたんですね。その頃からサロモンのシューズをですね、僕は愛用してたんですが、このブランドって結構デザイン性洗練されているので、なんかスニーカーもね、前々からトレランをしながら、 これ普通にかっこいいなと思っていたんですが、最近は結構いろんなブランドともコラボレーションをしていまして、僕が大好きなアンドワンダーとかでもですね、別注版が出たりするんですが、すごくね、シャープなデザインで、ちょっとソールなんかも厚めで、トレランシューズらしいゴツゴツさ、そういったところもですね、味わえながらも、なんかシャープでモダンさがあるんですよね。モードっぽい着こなしの中にも馴染んでしまうような、そういった不思議な魅力があるのが、このサロモンというブランドの魅力かなと思います。そういった点で言うと、 いわゆるですね、ニューバランスのスニーカーとは結構対極にあるんじゃないのかなと思います。ちょっとこう、どこかやぼったさとか、ダサかっこよさみたいなところがあるのが、このニューバランスの良さだと思うんですね。一方で、このサロモンというのはシャープなんですよ。シルエットもですね、丸みがあるんだけども、先端にかけてちょっとシャープになっているので、よりこうシュッとしたイメージというか、ブラック、ホワイト、モノトーンの着こなしの中に入るような、まあそういったスニーカーなんですね。でこれ,はこれ これで一足あると結構着こなしの中でエッジが効くのですごく雰囲気がいいのかなと思っています。で、基本的にカラーはブラックなんですけども、この真ん中を走るラインですね。この部分にですね、 黄色、赤、青のですね、三色が使ってあって、ここがちょっとしたアクセントになってるんですね。ただのブラックスニーカーだと退屈に感じるんですが、このサロモンのロゴの入れ方が僕は個人的に気に入っていまして、なかなかね、これはですね、登場機会が多いんですね。意外と汚れもですね、目立ちにくいし、着脱も簡単なので、そういったところも含めて、なかなかよくできてるかなと思います。ただ価格がこれもニューバランスと同様に高いんですね。27,500円というところで、ちょっとこうエントリーモデルの ススニニーーーーカカとといいううう形でではななくてて中中級者向け中級者者向向けけっていう感じのスニーカーかなと思うんですが今までご紹介してきたものはちょっと人と被りやすかったりするんですが、まあ、XT6 に関しては結構履いてる方はまだまだ少ないですし、認知度としては高くはないと思います。セレクトショップで言うとテゥモローランドだとか、そのあたりでも取り扱いがあるので、まあ、ぜひ皆さんもですね、こちらのサラモンのスニーカー、ちょっとエッジの効いたスニーカーとしてチェックをしていただきたいなと思っています。 はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、今すぐ買える大人におすすめのスニーカー7000ということで、結構大ボリュームになってしまいましたが、皆さんに動画をお届けさせていただきました。まあ、どれに関してもですね、まあ、ベーシックに使えるものも多かったりするんですけども、その中でもちょっと旬なアイテムですね。今しか買えないような2000にですとか、まあ、2000に結構ですね、頻繁にいろんなカラーが出ているので、これを、この動画を出した時に在庫がどうなっているのか、また違った新作が出ている可能性もあるんです。 がいずれにしても2000には価格帯が抑え目ですごく買いやすいラインかなと思うのでチェックをしていただきたいですしあとはスーパースターですね別注バージョンのものだとかサロモンの XT6 とかも出たはいいけど結構早めに完売してしまうのでまさに今にフォーカスしたようなラインナップだったかなと思いますぜひ皆さんもですね気になるものがあったら下の概要欄に在庫があるものはリンクを貼っておきますのでよかったらチェックをしてみたいだとかあとは店頭に行ってですね色々と試着をしていただければなと思っていますこれからもですねこちらのチャンネルでは大人の男性に向け メンンズファッションののをななるるべくくかりやすすす解説ししたいなと思ってんででがもう少し中級者向けの内容ですねこの辺りのサロモンだとか、あとはニューバランスですね。ニューバランスどんどん新しいものが出てくるので、そういった最新のおすすめなんかは、ガンガンにですね、メンバーシップの動画ですとか、あとはですね、もう一つ僕が運営してます、オンラインサロンですね。こちらは文章と写真ベースでおすすめのアイテムをご紹介してるんですが、そういった有料のコンテンツの方で結構リアルタイムでどんどんとご紹介してますので、気になる方は両方ともですね、概要欄にリンク貼っておきます。 でそちらからチェックをしていただきたいなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに